皆さんこんにちは、マスターピースのメカニック武田と申します。今回ご紹介させていただくのはこちらの JB23 型のジムニーです。以前の JB74 の5インチアップの、サスペンションキットを JB23 に装着したというものになります。 JB23 型はやっぱり1型から10型までありまして、まあ製作年数も長いので、まあ、やっぱり JB74、JB64 に比べると乗ってる方がやっぱり多いと見受けられますね。マスターピースのお客さんでもまだJB23乗られている方もいらっしゃいますので、まあ、64、74に比べると、まあ、最近はちょっと減ってきたのかなと思いますけど、まあ、去年ですね、まあ、JB74 の、まあ、5インチアップを製作させていただきまして、まあ、基本的な構造はやっぱり JB23 型からそんなに変更がなかったので、やっぱり JB23 に乗っておられる方も、まあ、3インチまで大体はで、まあ、5インチアップを作ってくださいっていうお声が多かったので、まあ、今回制作しようかと、決断いたしました。5インチアップっていうことで、まあ、どうしてもやっぱ気になるのが乗り心地とか、まあ、操作性で、まあ、オフロードなんかでいうと、まあ、走破性とかがあると思うんですけど、まあ、そちらはやっぱりポイント出してもらって、街乗りの、乗り味も殺さず、なおかつ操作性も殺さずで、オフロードもしっかり走れて走破性も抜群にあるというものが、まあ、今回のポイントになります。3インチの、乗り味をそのまま5インチアップに、移してるっていうところがやっぱ最大のメリットなんですけど、まあ、それをどうやって実現してるかっていうと、まあ、各場所の、まあ、補正だったり、まあ、アームのダウンブラケットによって、そちらは実現しております。基本的な構造は JB74 と全く一緒なので、まあ、JB74 の、パーツを JB64 に取り付けさせてもらって JB64 も、5インチアップを実現しております。まあ、やっぱりタイヤのサイズを大きくすることによって、まあ、ジムニーの最低地上高が格段に上がりますので、まあ、オフロード走行などをした時に、まあ、大きい岩とか、まあ、木だったりっていうものが、まあ、ヒットしにくくなるっていうのがやっぱり最大のメリットかなと思います。まあ、マスターピースではオリジナルで、1インチ、2インチ、3インチと、展開していますので、5インチだけでなくそちらの小相談にも乗りますので、いつでもぜひぜひお店に遊びに来てください。